お疲れ。今日どうすん？今日はです。撮ってんのこれ。あ、そう。今日はマックです。なんでマックに来たかというと、あ、じゃあ座っとくみたいな。そうだね。これ食べる。ご飯照り焼きとご飯ベーコンレタスとご飯チキンフェロ全部頼もう。あ、全部。あ、あった。チキンって書いてある。これがチキンフィレオで、これが照り焼きだ。で、これがベーコンレタス。とりあえず、3つとも全部開けてみようかなと。でもこれ、そもそもなんでご飯にしたの？そうな。まあでもやっぱ、パンじゃなくてご飯が好きっていう人もいると思うし、ご飯も食べたいな、マックも食べたいけどみたいな時もあるじゃん。あのチキンが大きくて、こうなんか焼きおにぎりみたいな感じだから、いただきます。これが一番美味しい。合う。ご飯の味もちゃんとするし、あのキチンの味、ご飯とも食べたいし、マックも食べたいなって思った時にもうおすすめかもしれない。これはいけてますね。ご飯、これ焼きおにぎりなのかな、なんなんじゃろ。うまいな。でもうまいな。飽きるって言っても美味しい。これはいつもマックで定番のこの エッチマって、これがやっぱ一番美味しい。エッチマって照り焼きが一番冷めても美味しい。まあ王道かなって感じですね。でもどうなんだろう。まずくはないけど、全部パンの方が美味しいかな。
はい、ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。やっぱ美味しいよなっていうことでな。もう一回ちょっとやっぱりな、やっぱパンでしょ。ハンバーガーっつったらやっぱりパンだよね。まあ安定のビッグマックでしょ。夜マック。あれな、なんとかののせ、2枚のせっていうねやつでしょ。まあ、ちっちゃいんやけど、縦がでかい、縦が高い。こりゃやばいな。わ、すごい、ちゃんと2枚ずつ入ってる。いただきます。全然食べれん、全然食べれん、無理です。めっちゃゴロゴロって、見てこれ、ビッグマック食べるの大変なんだよね。ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。